アトランティスの謎。アトランティスは、古代ギリシャの哲学者プラトンが著書ティマイオスで語られた伝説上の島です。プラトンによれば、アトランティスは海峡の西方にあったが、神罰によって一夜のうちに海底に沈没したとされています。アトランティスの存在は、プラトンの著作以外には確認されておらず、その位置や沈没の時期についても様々な説があります。そのため、アトランティスは実際に存在したのか、それともプラトンの創作なのか、という議論が何世紀にもわたって続いています。アトランティスの存在を裏付ける証拠として、海底遺跡や古代文字などがいくつか挙げられています。しかし、これらの証拠は決定的なものではなく、いずれも別の解釈が可能です。近年では、アトランティスはミノア文明やクレタ文明などの実在の文明がモデルになったという説が有力になっています。これらの文明は、高度な文化と技術を持っていたが、地震や津波などの自然災害によって滅亡しました。アトランティスの謎は、人類にとって永遠のロマンであり、今後も多くの探検家や研究者によって調査が続けられるでしょう。